はい、どうもエルザレットです。ことで今回は思い出チームのメンバーで大丈夫ですか？大丈夫？滑舌大丈夫か？ぐちゃぐちゃだよ、ね、これ使うよ。なんかねやっぱちょっとダメみたいですね、うん、もうなんかローソンのことローションって言いそうな。あいつアウトね。あいつアウト。今バグ入ったから、あいつバグ入ったから今。はい、ということで思い出チーム D チームのメンバーで、サモランして遊びたいなと思います。よろしくお願いします。よっしゃい。今回は姫鮭にチャレンジをしていきたいなと思います。姫鮭、姫鮭です。姫鮭はそうですね、あの納品が1人になるというルールで、他の3人はその人を守りながらクリアを目指すという方式になります。ただそれだけだと普通の姫鮭で面白くないので、うん、まだあんの、まだあんの、お姫様の役の人が助けてもらってキュンしたらポイントをもらえます。ほう。なのでキュンポイント、キュンポイントです。なのでキュンポイントをたくさん獲得した野郎が勝ちです。野郎が、何それめっちゃおもろい。やりたいと思います。でただね、あの実際これテイク2なんですよ。言うんか。言うの。今さテイクワンみたいな感じで喋ってたやん。ね、本当はリリエールさんをね、皆さんは期待してるかなと思うんですよね。そりゃそうでしょ。だってそうだよね、女性だもん。うちのね、花なんでね。なんですが、テイクワンでまさかのさらに上回る姫が出てきてしまいまして。なるほど。おやめろって、男助けてくれって俺。ということでヒッポくん。ヒッポくん、どうも姫です。どうも姫です。ようやろう、どうも。気持ち悪いの来た。私を守れ。ヒッポ、お前は俺が守る。俺の主人。あ、キュン。あ、キュン。あのキュン嫌だな。このセリフはでも使えないんだ。あのキュンみたいな感じになってるから。キュン早い。キュン早い。キュン。キュン。キュン。そう。でもあれなんだな、ヒッポくん喋んない方だから。なんかキュンが重いよね。あ、重いキュン、重いんだ。そう、寡黙な人のキュンは重いぞ。あー、なるほどね。俺に一言言わせてみろ。これ好きになられちゃったら困るな、本当に。もうあの、成立するかもな。固い口を開かせるのは誰になるか。一方、俺が塗る。任せろ。無理。無理って、無理って言った。キュン言えよ。言わないんかい、そこ。さあ、頑張れー。いけるぞー。任せろ。俺がお前を助ける。言わないんかい。やばい、もう一度言ったセリフはもう慣れ上がる、このお姫様。寄せよ寄せよ寄せよ。はい、せいで出るから。寄せたいね。あ、ごめん。あいつ僕やりますよ。やばいやばい、守って守って、やばいやばい。あれ仕掛けてるぞ。姫姫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 。ボム入れたやつ、あれボム入れたやつ。ヒモはめる気だぞ、アイプ。あ、ボム入れちゃったわ。ボム入れた。守ってって言ったから。いいじゃん、いいじゃん。おい、僕がピーチになった時に颯爽と現れる人がいいわけですよ。なるほどね。やっぱり幅、視野を広く見といていただかないと。なるほどね。そうですね。あ、やばい、鉄板来てる、鉄板来てる。鉄板、ちょっと待ってね。今ヒッポさん、どこにいるの。おい、おい、やる気あんのか、高いの。背中、背中、背中。あ、今助けます、今助けます。お、わー、まあまあいいね、連携してるのはいい。連携してるのはいい。あ、タワー集めもしっかりね、引き寄せます。お、これ今のところ余裕だぞ、大丈夫かな。あ、あるある。ヒッポさん、こっちの方が安全ですよ。こっちのイクラの方が安全ですよ。いやいや、僕はちょっとここ取りに行きたい。ちょ、やばいやばいやばい。ヒッポさん、雨暮らしやりました。これでいつでも、いつでも雨に入れません。柱もやっとくわ。いやー、オッケーオッケーオッケー。あー、玉拾いが持っていこうとしてる。あー、やばい、僕、孤立しちゃった。誰か守って。あー、ねえ、誰だよ。あー、ちょっと、ちょっと、おい、姫拾えって。お、エルドさん、ナイスナイスナイス。姫拾えよ。お、いけるいける。空いてるよ。あ、玉拾いが持っていこうとしてるよ。あ、玉拾いやります。あと一個。お、ナイス。おい、かっこいい。キュン。あと一個入れよ。姫姫姫姫。キュン切ってたよ、今なんかさらっと。お、いいじゃん。キュン出た？マジか。うん、キュン出たよ。いや、いいね。第一ウェーバー。マジ？ちょっと俺、キュン出なかったんだけど。あの姫、死にに行くぞ。あの姫。あいつ、納品じゃない。納品。なんなら姫の方が生きてるぞ。さあ行こうか。2戦目だ。いや、これ最初にリリさんがね、キュンポイントもらって、そっからエルザさんキュンポイントもらってるから、俺キュンポイントないからね。え、ここ私もらってる。あれ、俺もらってるの。いつの間に。やばいやばいやばい、いいねみたいなね言われてたよね。マジか。そうだね、ちょっとタイミングで
いや要は倒すのもいいけど僕をしっかり見ていただかないと姫なんで。見てる見てる。もうずっと見てる。いつも見てる。ずっと見てる。ずっと見てる。あれストッカーっぽいとか。いやおいストッポストッポたまるストッポたまる。ちゃんと見てるよ。あ今のでもいいなイケボだな。あれキュン。やった。ちょっと俺は他の女は見ない。お前だけは。よーし、今これは取れないで。俺もなんかちょっと。あやべえ死んだわ。でも頑張って戦えろとしたんやって。リリーさん助けるよ。ありがとう。おい俺じゃないじゃん今助ける。おい弾拾いが弾拾いが行こうとしてるの。そっちのそっちの掛け合いじゃないんだって言ってますよ。おい言ってますって。どこどこ弾拾い。ほらほら。あーあー違うぞ。おい弾拾いの守る相手が違うぞ。エルドさん大丈夫か。いや俺は他人も助ける俺っていうね、このあのアピールしてから。やっぱ他人も助けていく。多分ここに3つあるよ。痛い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 。それはでかい。それはでかい。それはマジキュンポイント。ヒポ姫死にました。ヒポ姫ヒポ姫死にました。あ、やべ、もっと。あれ、エルザさんが仲間を救おうとしてる。おい、それ俺もさっきやったって。人数をね。いらないよ、さっき。俺のとこ見られてなくない。俺なんか終わる終わる終わる。やばい終わるって。やばい、足りない。足りないって。これ足りないね、あとで。まずい、ヒポシが死んでいる。ヒポシ、ヒポシが死んでいる。入れヒポシ。まずい、足りない。足りない。あー、第1回戦。第1回戦。はい。あ、ちょっとヒポくんにね、ヒポ姫にね、ちょっと勝者を決めてもらいましょうか。そういうパターン。おー、なんか合コンだな。合コンじゃねえか。さあ今回の金ポイント高いのはどなたでしょうか。俺を選んでくれたら黒はかけねえ。しょうがねえ、最後にみんなに一言言わせてやるよ。おい、ヒポ姫もっと働けよ。ゴミが。負けたもんだ、確かに。もうどうせ負けてるから関係ねえもん。いい、俺もどうせ負けてるから関係ねえよ。オッケーオッケー、心に留めとくわ。その暴言心に留めとくぐらい。申し訳ねえの一言でございました。あれ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 、揺らぎそうだな。俺ちょっと揺らいで。あれあれあれ。今日遅刻した原因は散歩ですよね。決まりました。おーっと、これは3人とも怪しいぞ。整いました。いやワンちゃん俺説ある。最後のセリフで俺の発言の理由は下にテレップ出ますんで。では一歩姫、決めちゃってください。だれ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 だはい。いやーやったー。うそー。うそー。やっぱ、いやお前ら考えろよ、この男の。やっぱ女性を選んだか。違う女性選んだか。数秒前で発言を思い出せ。お前らそういうとこだよね、普通に考えて。まあそこだよね。そうだぞ。あのさ、俺正直これ超える気がしないんだけど次。じゃあ俺どうする。俺やる。まあ、高弘さんちょっとやってみる。オッケー、回して。オッケー。じゃあ続いてのひむえは高弘さんですね。今ひもはって言われた。俺ひも。なんかごめん、俺の感情が爆発してるかもしれん。俺をちゃんと姫として扱え。俺は姫として扱ったものがね、一番優勝です。ちょっと肩も見ましょうか、肩。キュン。いや、ほら。キュンキュンするやん。いや。あれ。めっちゃペチャペチャしてるじゃん。あ、キュン。あれ、多分、ボディタッチしたらやられるタイプだね。あー、ダイバー来た。ぬれ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 。ダイバー、ぬれ。ナイス。お姫、ここですよ。いや、ちょっと遠いな。歩かせるか、こうやって姫を。ここが行きますよ。歩かせる。ここ行きますよ。え、歩かせる？そうやってなかなかキュンポイント下がるよ、それは。ほら、姫！ほら、ここにあるぞ、姫！あー、キュン！ほら、姫！ここにキュン！ここにありますよ、姫！おー、キュンもあるぞ！ないや。ほれ、ほれ。あ、キュン！鉄板連れてきたよ、鉄板連れてきた。キュン！鉄板連れてきた。鉄板連れてきたし、やる。絶対カウントしてねえな、あれ。やば。爆弾！あ、キュン！今、爆弾やったのはね、男らしくて、キュン！やったで。やったやった。友廣も率先してやってくね。あ、キュン。イケメンだぞ。おー、やばい。敵どこ。ドキドキしてきた。もう。ドキドキしてきた。時が胸にしてきた。やばい。それガチじゃん。時が胸にしてきた。ここ5個ぐらいあるよ。で、ここだ。またね。
やばい、爆弾寄せたいなこれ。みんな頼むよ。ヘビ寄せる、ヘビに砕かれる。やだヘビ砕かれる。ダメ痛い痛い。守る。なんてこった。やばい、死にました死にました。姫、姫が姫引きます。あ、姫スペシャル引いたんだ。待って、あれを倒さねば。いや、今いたうぞうむぞうは俺見てないから。今いたうぞうむぞう見てないから。ライバルが、ライバルが死にました。いやー、なんかそれはマイナスポイントか。これはやばいぞ。やだよお前ら。いやだって肩パッドやらんとさ。やばいやばい。あ、ヒポさん、姫を守る。やばい、守って。姫守りますよ。キュン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 。おー、姫を守った。なんだよあいつら二人っきりで。キュン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 。いやさあ第二ウェーブ頼むよ。ただ先言っとくね、ヒッポくんが一番弱いからね。そう、サボランに関しては、うん、まあ俺結構ね、なんだろう、真摯なふりして実はみたいなとこを見てるから、ふりしてるやつをやぶる。今回ちょっとマイナスポイントもね、あざとポイントもちょっと、うん、そうよ。いやちょっと泥じゃき怖い、本当に俺こんな怖い顔のやつ怖い。いや頼むわ。もうやっとく。あ、今大丈夫って言った。言ったよ。キュン。おい、なんか今のトーンおかしいぞ。あいつガチだぞ。もうふざけんなよ。おい、ゲイさん、ゲイさん、ちょっと高博さん口説いてみて。え、口説いて。なんか軽く口説いてみて。ちょっとチェックし、ちょっとチェックしたいね。いや、それ結構あれかもね。それポイント高い。人口説いたことねえわ。おい、その地点でダメじゃん。あー、それちょっとマイナスポイント。お前、食券乱用だぞ。怒られんぞ。これ、タカヒロさんの配信にね、リリーさんのリスナーがすげえとっつげ来るかもしれない。そう、すげー来るから、マジでちょっと怖いよ、俺。だから、あれだから、みんなさ、かっこいいセリフ全然言わないからさ、あんまり、ね、大丈夫、そうやってやってて守ってるから。この俺のボムが泥邪気を倒すぜ。いや、今のはね、マイナス1000ポイントやな。投げとく。外しちゃった。今のマイナス1000ポイントだな。うわ、ふざけんなよ。文字だけ選べよ。やばい、これ結構今いくら投げてる人誰これ。私だよ。キューン。おー、あいつマジで本当だよ。あいつ分かってて言ってるぞ。てめえこの野郎。これエルザさんのキュンが一個も入ってるね。なんかね当たりが強かったのか全然くれないんだよね。やっぱあれかな。姫めっちゃ過労死するってこれ。23個で。偉い。カロシヒレてなね。ひもやからもう。ひもカロシヒレやし。いやもう働きたくねえわーって。よし。ちょっと今回の第3ウェブ。手元まで運んであげた方がいいらしいから。あ、そう。もう動きたくないんですよ、ひもは。ガチひもじゃねえか。ほら、ここ倒したよ。遠いなー。やるぞ、やるぞ、やるぞ、ダメ。あれ、ひもだからマジで。ごめんね、俺、そういうとこ取り行かないから悪いけど。あの野郎。それちょっと取り行かねえから。分かった。じゃあ全部取ってくれ。相性悪い。これ雨やったら相性悪い。相性悪い。あれ、あ、キューン。やべ、なんか2枚死んでない。やばい。マジで。ねえ、これ守る立場の人か。ありがとうございます。キューン。クリアせんと意味ねえから。やべ、ミスった。僕が急死しちゃった。急死すんなってみんな。救出になって。まずいな。やばい、いるよ。大物が増えてきたよ。大物増えてきたよ。ちょっと手前に寄せてもらえるとね。はーい。結構助かるかな、これ。はいはーい。それから、いくら投げ、キューン。いくら投げありなんだね。救出だ。投げ結構ポイント高いよ。やっぱ紐だから。紐。痛い、みんなー。やばい、残り6個。頼む。はいや、エルザ、はいや。誰。あー、入れちゃった、間違って。ねえ、投げようと思ったら入れちゃったって。今誰だ。あ、誰でもいいから投げてくれ。あ、ナイス、さすが、さすがヒッポ君より上手い。おい、見てくれよ。任せて。ほら、待って、追われてる。やばい、みんな、なんかキュンのセリフが一個も飛んでこないんだけど、大丈夫。勝利のビクトリー、いける。そばにいるよ。勝利のビクトリー、ダサいからマイナス1000ポイント。あれ、僕、言葉選び下手くそだろから、マイナス2000ポイントなんだけど。勝利のビクトリーって何？いやいや、これ、俺、もらってすらないから。今までが良くても、やっぱ最後、
最後なのよ、やっぱりもちろんこういうのって、うん、そりゃそうだ、なるほど、それがダサかったらちょっと意味ないからね。だちなみにキュンポイント今一番なのは誰ですか。え、リリさん見下ろすんじゃねえよリリさんすまんなやめてくれよ、見下ろすんじゃねえよクリアできたのは高博さんのおかげだ、ありがとう。俺の紐になってください。僕を選べ、素直になるよ。以上です。あれ、じゃあ行きます今回俺が選ぶのは、お、来たんじゃない、お、来るんじゃない、あれと来るんじゃない、紐になりたいからエルザさん頼むわ。やっぱさ、一番俺を紐にしてくれるのはエルザさんしかいなかったわ。現実な盾を選びやがった。そう、もうね、素直になるよなんて臭いセリフ気持ち悪くていけないわ今回ここで終わりたいなと思います。はいはい、はい、お疲れでした、ありがとうございました、お疲れでした。